私は天使。エメラルドの本に紋章を。本は最も高い、あるべきところに備え、天使と悪魔を本の両脇に捧げる。私は天使。ルビーの本に紋章を。本を最も低い、あるべきところに備え、二つの指を本の両脇に捧げる。何だったの？
どうして？さっきと部屋が変わってる？ひとみさん、手伝ってくれない？今あるものでダミーの人形を作ってやれば、あの人の気をそらせると思うの。その隙に人形の中にカードが入っていないか探れるんじゃないかな。大丈夫、私もないから。大丈夫、多分。
これ、さっきのカードと似てるけど、同じようにしたらまた何か起こるのかな？うん。それもそうだね。やってみる。そうだ、ひとみさん。さっきは手伝ってくれてありがとう。なぜって、私だけじゃどうにもならなかったと思うから。私に何か言いたいときは合図をくれない？右の手首に触るとか。ありがとう。今度からこうやって伝えてね。
たメモが置いてある。さっきのカードを試してみよう。そういえば、この紋章のカード3枚あったけど、残りの2枚は何に使うんだろう。どこかで使うのかな。誰だ、あんた。私は神城マリアです。あなたは？僕は銀城エイト。ここで何をしている？ここに閉じ込められて出口を探しています。僕も同じだ。あ、神城さんだっけ？どうやってここに連れてこられたのか覚えてる？全然。そうか、僕も気がついたらこんなところにいて。千鶴とかいう変な子供から電話がかかってきて、実験がどうとか。千鶴、私にもその電話かかってきました。この携帯に。それ電源は入らない。僕の方は電池が切れていて使えないんだ。私の方もダメです。そんなに甘くないか。あの、一緒に行きませんか？もちろん、断る理由はないね。はい、よろしくお願いします。と言って
でも具体的にどこに向かったらいいのか全くわからない。そっちの方に出口はあった？いいえ、私はこれからあっちの方に行くつもりでした。そうか、だったらまずはあっちに行ってみようか。はい。ここです。なんだあれ。人？なんだこれは。有罪だとか無実だとか何を言ってるんだ。銀城さん、先に進むためにはこの問いかけに答えないといけないんだと思います。え、どういうこと。何度か似たようなことがあったんです。人形の手足を合わせたり赤ちゃんの人形をすり替えたり、先に進むための課題というか障害というか。それじゃあまるでゲームだ。馬鹿げてる。私もそう思います。ですがどんなに馬鹿げていてもそれが事実なんです。わかった。どうやら上城さんの方が詳しいみたいだし従うよ。それで何をしたらいいんだ。この人が有罪なのか無実なのかを判断するための何かがあるんだと思います。まずはそれを探しましょう。わかった。なら僕は向こうの方を探してみるよ。これは？